人にでかい拍手を。これがモータースポーツエンターテインメント FMX ショーケース。 さあ、それでは今から彼らを紹介するんで、その都度またでかい拍手を送りください。まずは、もう最高でした、祭りから始まりました、彼から始まりました FMX ショーケース代表、鈴木大輔ナイス。ネクスト、白いヘルメット、まだがっつりゴーグルはしてますけど、でかい拍手を送ってくださいよ、鈴木浩太ゴーター。 ネクスト紹介しましょう、もうやっぱり親方バチバチ決めてくれてます、関西からやってきたフロン京都フリースタイルモトクロスライダー釘村浩太。もうしっかり笑顔を見せてくれてますけど、白いジャンの青いバッグ HTC 高橋伊藤氏。皆さん、彼らライダー4人どうでしたか？また浜松で見たいですか？また皆さんでお会いできるのを楽しみにします。ライダーたちに拍手を。